昨日今治市営スポーツパークで行われた大会には市内の小学生およそ60人が参加しました。開会式には4人制サッカーを考案した元日本代表の本田圭佑さんがサプライズで登場しました。10分1本ね、これも特徴。あと監督がおらん。監督いない。そう、これは選手たちにちゃんと話しちゃって大丈夫。ベンチの選手がタイムアウト取ることもできるから。4人制サッカーは10歳以下と12歳以下のカテゴリーが設定されていて、試合は10分1本勝負。監督やコーチはおらず、子どもたちが仲間と戦術を考え勝利を目指すのが特徴です。今後も全国で試合を行い、育成世代の競技レベル向上につなげたいとしています。